皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト、林里美と申します。本日もですね、昨日から募集をさせていただいています、このエディターズクラブのですね、まあ、10名限定の募集なんですけども、本日もですね、このクラウドファンディング事業に関するご紹介をですね、させていただこうと思います。本日はですね、マーケティングビジネスのね、この始まりから終わりまで、まあ、これをですね、どのような形で進めていくのかっていうちょっとスケジュール感的なことをですね、ご紹介していただこうと思います。もし本日の内容を興味ある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それですね、早速、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。まあ、今日はですね、この今画面に映しておりますこの幕開けから一般販売までのフロー、まあどれくらいの日数がかかるのかっていうですね、あとどういうことをしていくのかっていうね、事業内容、これについてですね、この表を見ながらですね、皆さんにご紹介をしていきたいなというふうに思っております。はい、まずですね、皆さんがねご入会をされるとですね、最初にしなきゃいけないのはですね、ご自身のドメインを取得し、自分のね会社のサイト、もしくはですね個人ユーザーがあれば個人ユーザーのサイト、ワードプレスとか、まあ、ストライキングリーとかペライチとか、そういうので作っていただく。それを英語で作るわけですね。要はですね、今後皆さんは海外のメーカーにですね、Zoom で話して、商談しませんかということを送っていくわけですので、まあ、ご自身の箱となるですね、ウェブサイトのね作っていただく必要があります。まあ、こういうのはですね、まあ、どういった感じで作っていくかっていうのはですね、もちろんこうサポートの方をさせていただきますので、まずこれをね最初の1週間ぐらいでしていただくということが必要になってきます。次の1週間というのはですね、もうひたすらリサーチとメールをどん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 送っていくという作業をねどんどんしていく必要があります。なので、最初の1ヶ月でなんとかね私の方にですね商談に頼んでですね、どん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 私の方が独占販売権を取るということをですねやっていきます。なので、ドメインを取ったらすぐにですね、皆さんはですね、海外のクラウドファンディングサイトとか、まあ、Amazon とか、あといろんな海外の世界各国の、ウェブサイトとかプラットフォームとかにどん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 営業メールを送っていきます。でその営業メールでももちろんテンプレートなどで、提供してますし、まあ、個別にちょっとねいろいろ検索とかっていうのをねもちろんさせていただいております。はい、それから、まあ、海外の、メーカーにどん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 して日本で商品を売っていきましょうということを説明して、それについてぜひね戦略について Zoom もしくは Skype 等で話しませんかっていうのをですね、送っていく。とにかく皆さんはメールを送っていくときに相手に、行動喚起をしてもらうんですけど、その行動喚起っていうのは Zoom で話しましょう、 Skype で話しましょうということですね。そうすると、まあ、私の方でスケジュールを確認させていただきまして、じゃあいつ何時に話しましょうという形でね会員さんの方にねコミュニケーションを取らせていただきまして、10分15分前から私と事前に打ち合わせして、そしてメーカーとの商談に入っていただく。でその時にですね、皆さんはしていただくことは特にございません。私の方が全て商談の方を事業説明をしてクロージングの方をさせていただきます。うまくように頑張りますけども、契約書を送って独占販売権のサインがいただけるようになります。まあ、そういうサインが決まるとですね、今度は幕開けとかグリーンファニーの方にプロジェクトの申請の方に入りますけども、その前にサンプルを購入したりとかします。それからあとはマーケティング素材ですね、動画画像とかをメーカーからもらう、それをやっていただきます。そういうのをテロップ入れとか、翻訳っていうのをねやっていく必要がありますね。はい、それから、まあ、認証系が必要な場合、大きく分けてね、食品衛生、それから PSE ってですね、あとは電源アダプターとかの処理ですね、あとはテレップ、これは Bluetooth 関係、そういった時が必要な場合はですね、まあ、これも我々はなるべく、メーカーの方で持ってくるもらうような感じで交渉していきます。はい、認証がいるというのは、そういう認証を取ってもらうっていうね、作業もこの中に入っていきます。これが最初の1ヶ月間になります。次の1ヶ月半後、1個ぐらいでですね、幕開けの申請をする、個人の方は住民票を提出、法人の場合は謄本などを提出、そういうのをやっていただく必要があります。そしてサンプルの品質をチェックし、商標権とかね、トレードマークとか、まあ、衣装権とかね、そういうのを捉えてないのかなっていうのをね、チェックしたりとかして、問題なければ、幕開けの方の申請を進めていただく。それと同時にですね、事前集客というのをね、どんどんやっていきます。事前集客というのはですね、E メール、もしくは LINE をね、集めていって、Facebook 広告でですね、どん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 興味のあるお客さんのリストを取っていくというね、これを絶対必要じゃないんですけども、これをやった方が売り上げ伸びるので、こういうのをやっていきます。それから、今度は幕開けのページの作成ですね、そういうのもどんどんやっていくということをやっていきますね。それから、次には1ヶ月から1ヶ月半ぐらいで、まあ、幕開けのキュレーターとの面談。それから、まあ、メーカーとのこまめに進捗を共有しながらですね、幕開けの開始をしていきます。
で、マカケのキャンセルは大体30日から45日ぐらいの期間でマカケをプロモーションをかけていきます。まあ、その時にですね、まあ、やっぱ初動の48時間ぐらいが重要なので、なるべくこのEメールリストを集めてこうやっていくということですね。まあ、そういった感じでマカケが始まったら活動レポートを更新したりとか、応援コメントの返信、顧客対応したりとかします。で、まあ、メーカーとも、大体これから売れてますよっていうのは進捗を共有しながら、マカケが、それでクラファンが終わったらですね、今度は、はい、配送に入ってきますけど、メーカーに発注します。最初大体ディポジットとかを払ったりとかっていうのはですね、 30% のリポジットを払ってマカケの入金があったら残りの 70% を払う、まあ、資金が苦しい場合というのはですね、マカケの入金を待ってから、お金を払う、まあ、そういったのをですね、うまく使って海外送金というのはワイズでやったりとか楽天銀行でやったりとか、そういう形で、送金を取得していきます。それから今度は配送会社を選定ですね、 UPS とかさんとか DHL さんとか、まあ、FedEx さん、そういったのをやったりとか、もしくは船便で送る場合は船便の、フォワーダーさんを見つけたり、もしくはメーカーの方から手配してくれたりする場合もありますが、まあ、そういうのをやっていきながら、まあ、日本に商品を、送っていきます。で、一旦皆さんが提携しているそういう物流会社さん、国内の物流会社さんの方まで送ってもらって、そこから、物流会社さんから若手の支援者さんに、送ってもらうと、それがね、一連の、流れになりますので、全部で大体ね、5、6ヶ月ぐらいでここまで終わるというイメージになりますね。で、最初は幕開けは1プロジェクトできませんので、まずそこの1プロジェクトをコミットしていただけるんですけども、2回目以降はですね、一気に2個できたりとかっていうのができますので、まず最初のプロジェクトをね、いかに早くやっていただくかっていうのは結構重要になってきます。それからですね、その後今度は、幕開けの配送が完了したら、今度はクラファンのおかわりってなりまして、次は、町屋キャンファイア。これはね、審査がありまして、町屋の申請が通れば町屋ができますし、もし町屋的にはこの商品はちょっと向いてませんというとお断りされた場合はですね、キャンプファイヤー等で、お代わりをしていく形になります。で、そうすると、クラウドファンディング1回やって、その後2回と、2回プロジェクト、もしくは最大3回、4回というふうにね、できることができますので、こういうのをどんどんやっていきます。そしてその後ね、まあ、Amazon とか楽天とか B2B オフラインチャンネル等で一般販売の方もどんどんやっていくというのがですね、まあ、一連の流れになりまして、まあ、そういったのをですね、サポートさせていただきます。で、我々の強みとしてはですね、やはり、まあ、私が、全て、まあ、商談に入りますので、皆さんに英語ができなくてもですね、全て、私の方で、無制限でですね、海外のメーカーとの商談をどんどん入っていくと。今後ね、海外の代理店ビジネスをやりたい場合、クラウドファンディングのビジネスをやりたい場合というのはですね、まあ、絶対海外のメーカーとですね、商談してやった方が早いですし、信頼も安い。それをね、全て私の方でですね、やります。もう3000回以上やってますから、いろいろ経験もありますし、アメリカの北米、それからアジア、欧州、全部のね、世界中のメーカーと今まで商談を何度もやってきてますので、その辺ぜひね、実績等もありますので、ぜひ、信頼していただければな、というふうに思っております。はい。まあそういったね、もうちょっと詳しくどういったことをしてくれるのかというのに関してはですね、面談の方でもね、ご紹介しますので、ぜひですね、ご興味がある方は、無料の面談の方を実際の方に貼っておりますので、そちらの方からご登録していただいてですね、ぜひ、面談の方を聞いてみて、それでもやってみたいということがあればですね、ぜひやっていただければな、というふうに思います。はい。ということでですね、まあ、非常に私としてもですね、まあ、私もシンガポールに来てまして、まあ、いろいろと事業今までいろいろやってきました。今まではですね、もう eBay、Amazon、それから Airbnb とかですね、このクラウドファンディングとか、いろんなことをね、挑戦して、やっぱりこう、複数キャッシュポイントを持ってですね、会社としての事業というのを伸ばしてきましたので、ぜひですね、このクラウドファンディングというのもですね、一事業として成り立つ事業だというふうに私はね、思っておりますので、ぜひこの機会にですね、参加してみていただければなというふうに思います。はい、世の中でですね、今いろんなね、クラウドファンディングのコンサルとかありまして、まあ、ほとんどがね、高額なんですけども、まあ、私は自信を持ってですね、業界の中でもね、かなり適正価格で最大限のサポートというのをですね、させていただこうと思っていますので、ぜひ、ご検討いただければというふうに思っております。はい、それではですね、本日のコンテンツの方は以上となります。本日のコンテンツが良かったと思っていればぜひ、いいねをよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方もぜひこちらの方からフォローしていただければ幸いです。また日々稼ぐノウハウについて名誉の方も配信してますので、こちらの方もご登録ください。また明日ですね、最後の募集のですね、ご紹介の方をさせていただきます。はい、それではですね、Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.